どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケリーです。ダークウッドの続きなんですけれども、ですね、放送外で、いろいろ回ってたんですよ。で、このキノコ山キノコ山にいた少年ですね、キノコばあさんの奥の部屋にいた少年に話しかけたら、急にここに飛ばされまして、で、この人からですね、アイテムもらったんですよね。これを渡されたんですよね。エンプティー、なんちゃらタンク。これ、で、どうやら水の中に入れるようになって、たのかな。なので、水の中に入る、あれ、なんでこれ開かない？水の中は、確かこのヘリコプターのところにもあったし、このビレッジにもあったんですよね。水の穴というか。なので、まあ、今19時ですか。一旦そうですね。日が明けたら、ちょっとヘリコプターのところ行ってみようかなと。そこも録画しておけばよかったんですけどね。まさか急に急展開だったんで。これ間に合わないな。穴から帰りたいんだけど、せめて分かりやすい場所で。やばい、暗い。ああ、一応ホールの家ある家まで来たけど、よし。こっちか。早くしないと。よし。危ない。おお。ちょっと待ってくれ。おお。
まずいな。壊れたら。くそ。危ない。またか。ああ、自分で引っかかったよ。もったいないことしたな。ガソリン。いらないもの、包丁もいらないかな。
これで、まずアーマー作って、あとリペア。どうしよう、ランタン。ランタン。一応作りますか。よし、これで。ここの番号とかもわからないんですよね。番号じゃない、鍵か。よし、これであとは、OK ですかね。よし、じゃあ、まずはここですね。確かここにあったと思うんですね。ここと、ここと、あとどっかまだあったような気がするんですけどね。覚えてるのはこの2箇所。待った待った待った。
あった、これですね。これで入れるようになっ、なんちゃらタンク。お、装備しなきゃダメなのかな？これで？あれ？あら？何これ？空気がないとか？これ、あ、これであれかな？拠点のコンプレッサーで空気を入れて使えるようになるとか。やばい、なんか光った。どうしたらいいのこれ。コンプレッサーで空気を。ああ、なるほどね。これで使うようになるんだ。時間がない。これだ。これで、あ、じゃあ装備しなくてもいいのかな？入れた。ここは？時間は進む。
ヘリコプターだ。アサルトライフル、これは作れない武器ですね。これは変えたかな。ちょっと装備してみよう。これでやっと謎が解けた。あのさっきのマガジンですか、何に使うのかなと思ってたけど、中に入れる？これドクターだ。でもなんかメガネ、これなんか「マジック」って書いてるようなメガネになってるような。なんか写真の片割れなかったかな。おばちゃん、これじゃない、ドクター、赤ん坊がいて、これだ、これがドクターの奥さんですね。じゃあで子供、ヘリコプターに乗ってやってきたのかな、ドクター。じゃあこんなもんですかね。あとはビレッジのとこですね。この壁沿いを行けば、thank you。
15時 うーん、間に合うかな。で、ここの、どこだったかな？上の、開く方のハッチから行く。危ない。悪魔のハッチってどこだったかな。ああ、見えた、これだ。こっち側から行けない？17時、一回帰った方がいいのかな。ここですね、確かこの中に。は開けない。時間は進まない。アイテムないじゃ、アイテムないんだ。眩しい。あ、閉まったよ。開かない。ロックピックが必要。ん？また同じような。プリーズの前に牛が、牛が死んでるよ。
違うかな。こっち側、あ、行けない。牛が腐ってる。時間が進んでるのかな。お、アックスゲット。これ壊せない？違うか。一回戻るとか。あ、戻れるかな。いやでも斧壊れちゃうな。どうしよう。進むべきか戻るべきか。進んでみましょう。なんか炭鉱かなんかかな。で、時間がこう進んでいる感じ。どんどん掘り進んでいるんだけど、まだここまで。音が、あ？音がうるさい。あ、これ壊せるな。壊せる。ま、耐久度のあれがどれだ。壊せるのこれか。え？サンキュー。ゲットバック。壊すよ。いいの壊して。ストップ。またごめんごめんごめん。そういうことか。ごめんなさいね。あ、戻れない。ちょっと待って。持たないんじゃないこれ。うわー、釣れない。うわー、入っちゃった。ちょ、もう一回チャレンジしたいな。くわー、できないか。もう少しで倒せたんだけど。うわ、何これ。なんでこのアイテム。じゃあまあこの辺この辺置いときますか。
トーチも何だこれ、すごい。あっ、ん、あ、バレル、バルブ、オープンザバルブ。光ってるけど、ちょっと待って、これなんかオイル漏れてない？あ、オイルも漏らしたのか、漏らしたというか、俺が火をつけろっていうこと？ここ俺さっき襲われた場所だ、過去の世界で。ということは、昔、なたなかった、その発掘作業をしてた場所で、今は発掘が完了している感じなのかな。こっちから行けない。行ける？ダメか。火をつける感じだけど、ちょっとこのままいけない。じゃあトーチで火を、あ、ついたついた。あれ、これ木死んじゃうじゃないの、上にある。よかったのかな？消えない？消えないか。じゃあちょっと戻って、これでどうなってる？うーわ、これでどうしたらいいんだろう。近寄れないよね。あ、少しずつ消えてるかな。あたたたたたたた。
木の燃える音もそうなんだけど、なんか人の声っぽく聞こえるんですよね。これでどうしたらいいんだろう。ここが行けるようになってるとか。ダメか。あ、ちょっとこの人に話してみよう。帰らないと。あ、こんなとこ取れたんだ。やばいやばい、夜になってしまう。一日空いたら収まってるとか。あとは、ピストルじゃあしまって、よし。ここ直ってない。あ、待ってくれ、明かりがない。音が、ない、こんなの初めてだな。お、あ、ラジオ壊れた。
あれ？これやばくない？ちょっと待った。待ってくれ。じっとしてた方がいいのかな。燃えてこない？開けてしまった。あ、痛い痛い。引っかかった引っかかった。自分で引っかかった。あーくー、死ぬ。どうなってる？ダメージはそんなに。ギリギリになったらお薬飲めば。音はマジ。ああ、待って、持った？あっぶなおお。あら。トレーダーさんがいない。いないね。ここ開かない。あれ、どこ行った？炎に巻かれて死んでしまったのかな。あら、いないな。
僕ら非常に困りましたね。じゃあ、とりあえず薬でしょ。違う違う。ああ、ここも壊れてる。はい、ではですね、時間がちょうどいいので今回はこの辺で終了にしたいと思います。で、次回は、あの木がどうなってるかですね、ちょっと見に行こうかなと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。